神尾真由香です。マエストロから確かメッセージをいただきまして、こういう曲やりたいんだけど弾けると思う？と聞かれて、日本初演の前に本格的に楽譜を見ましたら異様に難しくて、あ、これで本当に弾けるのって弾いてくださったんだなと思いまして、最初は本当にまず30分間くらいずっと休憩が休みがなくって、一楽章形式なので本当にまず弾いてる量が多いなと思ったのと、どういう風に音を入れるんだろうっていうぐらい音が多くて早くて、で弾いたことのないぐらいのハイポジションで、全く手がはみ出るぐらいのところまであったので、本当にこれで合ってるのかなと思ったり、そうですね、やっぱり現代曲なのでこう聞き慣れない音ばかり並んでるので本当に間に合うかしらと思ったんですが、初演の頃にはすごく愛着の持てるような曲になってきまして、2回目なのでさらに良い演奏ができると思います。センチュリーさんは私の故郷の豊中市で練習されていて、そこホームグラウンドにされているので、いつも練習場所が緑地公園なんですが、子供の頃に両親に連れて行ってもらったところなので懐かしく感じますし、本当にもう多分10年20年くらい一緒に共演させていただいていて、皆さんとてもお優しいのですごく安心して演奏できますし、素晴らしいオーケストラなのでいつも楽しみにしています。いつもありがとうございます。今回難解な曲ですが、なるべく難解に聞かせないように頑張って音楽的に弾きますので、ぜひ聴いてください。ぜひ聴いてください。